光、みずきちゃん、今週の日曜開けておいてね。なんで？みずきちゃんの誕生日だから家族でお祝いしようよ。お祝いしてもらえるんですか？もちろん。欲しいもの考えときなよ。え、そうだ、みずきちゃんのごちそうといえば何？親の再婚で同じクラスのみずきと姉妹になってからもうすぐ2ヶ月。はじめは嫌だったけど、クラスでパシられてたみずきが本当はいい子だって知って、クラスに馴染めるよう力になるって決めた。みずきの良さを少しずつ伝えられて、なんとかうちのグループに入ることになったけど、誕生日か、何かいいきっかけになるかも。あ、時間やばい、話し込んじゃったわ。行ってきます。間に合ってよかったですね。うん、あ、やば、一緒に来ちゃった。瑞希だけ先に入って。え、あ、やっと来た。おはよう。珍しいね、二人揃ってギリギリって。玄関でばったり会って。へえ、光ほんと朝弱いもんね。危な。みずきは早寝早起きそうなのに。みずきえ、どうした？なれなよ。みずきがみんなの輪に入れて本当によかった。で、あ、私はつい家族と話し込んでしまって。何の話してたの？え、あ、家族が誕生日をお祝いしてくれるって。え、いつ？6月28日です。もうすぐじゃん。おめでとう。まだ早いわ。せっかくだしさ、何か計画してみない？サプライズとか面白そう。いいね、みんなにも言っとく。よし、いい感じ。みずきんち家族仲いいんだね。兄弟とかいんの？確か一人っ子って言ってたよね。あ、はい。だけど私たちが姉妹なことは秘密なままでいる。ごめん、さっきは嘘ついて。わかってます、姉妹ってバレちゃダメなんですもんね。でも、もしかしたらみんなに本当のこと言っても受け入れてくれるってことないですか？え、私みんなと嘘なく向き合いたいんです。でもそれ以上に伝えたくて。こんなにも私のために力になろうとしてくれる雨宮さんと姉妹なこと、私にできた初めての自慢なんです。でさ、行こう。瑞希の思いに応えたい。でも言えないんだ。私は初めて遊ぶ時に見る映画じゃなかったね。家族ものでベタに泣かせようとしてて冷めた。そう？両親離婚とか分かりやすくかわいそうじゃん。やっぱ家族ってどんな本音も言い合えるよね。切れないって分かってるから甘えられるっていうか。ね、ルリのこと好きすぎてもううざいの。当たり前の基準が全然違う。みんなに自分の話したってきっと分かってもらえない。そうだよね。正直に話して傷つくくらいなら嘘ついてうまく付き合った方がいい。私たちのことも
かわいそうで大変な人にさせられるから。二人のポラリス第3巻11月25日水曜日発売パス。最後まで動画を見てくれてありがとう。